新しい携帯ので、1から再で。よろしくお願いします。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 バーボカはテキストファイルの音読をするプログラムです。人の音声を再生するために、コンピューターに設定されているどのスピーチシンセサイザーでも使うことができます。バーボカは、クリップボードのコンテンツを音読したり、はず、はずさん、くむ、ジュ、ドック、エム、エパブ、FB2、FB3、HTML、LIT、モビ、オップ、オス、オドト、プディビ、プトゥ、PPT、パーク、RTF、ティークル、プド、スのファイル形式にあるテキストを表示したり、字体や色の設定を変えたり、グローバルショートカットキーを使って音読のプロセスを管理したり、キーボードで入力したテキストの発音や清書法の確認をしたり、テキストファイルをサイズの小さいものにして分けたり、同形異義語を探したりできます。バーボカ。テキストはオーディオファイルとして保存できます。WAV、マルチプロセッサ3、マルチプロセッサ4、OGG、マのファイル形式でバーボカは、マイクロソフトスピーチ API、サフィの音声機能の様々なバージョンで動作します。サフィはスピーチの速さとピッチを変えることができます。ユーザーは、スピーチ再生の質を向上させるために特別な交換リストを使うことができます。これは、単語や音節の発音を変えなければならない時に役に立ちます。これによってテキストの表現が音読すべき表現に置き換わります。このような置き換えの規則を書き込むために正規表現の構文が使われています。バーボカも、ルクファイルやマルチプロセッサさんオーディオファイルの中の ID さんタグにコンピューターの音声で読み上げるテキストを保存できます。コンピューターのメディアプレイヤーやその他のプレイヤーでオーディオファイルを再生するとき、テキストが同時に映し出されます。音楽ファイルの歌のテキストも同じように、バーボカをダウンロード。ファイルのサイズ、16.9MB。バージョン、2.15.0.694。ライセンスのタイプ、
フリーウェア。オペレーティングシステム、マイクロソフト Windows XP スラッシュ Vista スラッシュ7年8月10日。インターフェース言語、日本語、英語、アラビア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ベトナム語、オランダ語、スペイン語、イタリア語、中国語、韓国語、ドイツ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、ウクライナ語、フランス語、チェコ語、トルコ語、フィンランド語、フィリピン語、ヘルプファイル、英語、ロシア語、韓国語、ドイツ語、ウクライナ語、フランス語、イタリア語、チェコ語。ポータブルバージョン、ダウンロード、16.9MB。バーボカのポータブル版、ポータブルはインストールの必要がなく、USB ディスクから起動させることができます。コンピューターに、音声を設定する必要があります。コンソール、アプリケーション、ダウンロード、590KB。コンソール、アプリケーションは、グラフィカルインターフェースを持たず、テキストモードで実行されます。動作モードは、コマンドラインまたはコンフィグレーションファイルを使用して設定することができる。ファイルからテキストを抽出するためのユーティリティ、ダウンロード、5.1MB。このプログラムでは、様々なファイル形式からテキストを抽出することができる。ユーティリティは、グラフィカルインターフェースを持たず、テキストモードで実行されます。バーボカはロシア語で、喋る人を意味します。バーボカ。バーボカは、スキンで外観を変えることができます。スキンのダウンロード、6.7MB、107スキン。バーボカ。バーボカ。音声。サピオン。All voices for サピオン become of 添えて、They are not recommended for instead of anymore.Use the fresh versions of speech engines. サピ語。リアスピークトゥスエンジン。無料音声はマイクロソフトのサーバー上で公開されています。イギリス英語 19.4MB。フランス語 22.5MB。ドイツ語 20.7MB。イタリア語 21.5MB。スペイン語 21.7MB。アケーベアグループセクストライオナ。有料のスピーチシンセサイザーを出している会社のサイトのリンク。アケーベアグループ、デモ。アファナム、デモ。セクストラ、デモ。イオナ、デモ。ヌアンス、デモ。リーズピーカー、デモ。アファナムヌアンスリーズピーカー。マイクロソフトスピーチプラットフォーム。The Microsoft Speech Platform allows developers to build and deploy text-to-speech applications. The Microsoft Speech Platform consists of a runtime, and runtime and AGES, engines for speech recognition and text-to-speech.There are separate runtime and AGES for speech recognition and speech synthesis. The version of the runtime and AGES must match the version of the speech platform that you installed. Use the following steps to install the Microsoft Speech Platform version 10.0. Download and install the Speech Platform runtime.The file 160-86-speech-platform-runtime/speech-platform-runtime-muji-160-. Download and install runtime and AGES for use with the speech platform.
Files with nums starting with 一重引用符 speech と underline 一重引用符。The Microsoft Speech Platform currently employed support for 26 languages for speech synthesis.XML tags can be used both for Sapigo and the speech platform. スペルチェッカー。スペルをチェックするためにプログラムはハンスペ、ハンスペ .gisov.io に含まれた辞書を使用する。ハンスペとは無料スペルチェッカーであり、openoffice.org と Mozilla Firefox のデフォルトのスペルチェッカーになった。Windows のための辞書をここからダウンロードできる。アルバニア語、アラビア語、アルメニア語、ベラルーシ、ボスニア語、ブルガリア、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、オランダ語、デンマーク語、英語、エストニア語、フィリピン語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ、ヘブライ語、ヒンディー語、ハンガリー語、イタリア語、カザフ語、韓国語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語。